はい、震災後初の収録です。はい、皆さん、おはようございます。セノンです。生きてますよ。はい、えー、6日の朝に。本当にね、あの地震が来ますみたいな、あの速報で、速報でアラーム音ってなりますよね、携帯で。あれがいきなり鳴ったなって、直後ぐらいに、ね、いきなりぐらぐらってきたら。 グラグラじゃないんですよね。今回の地震。横じゃないんですよ。縦にドーンって、下からドーンって突き上げられるのがボーンと来て、わーって飛び起きて、で、そのまんまちょっとグラグラっと来て終了だったので、実は、あの、そんな大きいものではないと思って、そのまんま、えー、我が家は全員就寝しました <laughs>。寝ちゃってたって感じ。だからそのぐらい、 我が家の地域はそこまで揺れはひどくなかった。まあひどかったんですけどね。そのドーンは怖かったですけど、あの、まあ他のね、棚の物が落ちた食器が割れたとか、あの、液状化現象が起こったとかっていう地域よりは良かったんだろうなと。運が良かったんだろうなと思っております。あ、電気消えたね。停電だね。ですね。で、そこから1日半以上、電気のない生活というのを体験させていただきました。 はい。学ぶことも多かったので、ちょっとでもその情報。まあ、我が家のこうした方が良かったとか、我が家はこれだったから運が良かったっていうのを、ちょっとでもお伝えできたらなと思っております。じゃあ今日は編まないな。またな。うん。<laughs> まあ、とりあえず災害時のやっぱり備えって大事だね。電気って大事だね。お水って大事だねってことで、ちょっとお伝えできたらなと思います。 でえー、日常ですね、明るいうちやることないので、ネックレスとか、ラリエットを綺麗に編み直して、部品を編み直していたのと、あと、はい、ラメル編テープ、少し編み進みました。ただ、明るいうちにしかできないので、まあ、そんなにそんなに進んでるわけではないです。で、えっ、ー、と、我が家ですね、携帯の充電、幸運なことに、 1>, 1人1個ずつこういう携帯の充電池を持ってましてで常に充電を満タンにしとくって癖がついてたんですね、充電しとく。で、そのおかげで、えー、あのもう充電池を買いに走ることもなくとりあえず携帯も充電が結構あり、充電池も満タンって状態のちょっと,ちょっと安心な感じで。 え過ごすことができましたので皆さんもこの充電池を持っていて常に満タンにしとくって癖をつけといた方がいいと思います。まあ、情報ね収集これ本当携帯頼りでした。えー、とオール電化の我が家、えー、電気が止まると当然明かりも何もないで懐中電灯とか必要なんですけど幸い我が家なんとこの,この、ね、私のおすすめというかこの小さいタイプ、えー、とパナソニックの まあ、LED ライトなんですけれど小さくって持ち運び便利で上から吊るすこともできるって、まあ、キャンプの時に使うので我が家用意してたんですねで、えー、1人1個持てるぐらい我が家家族4人なので4個ありましてで、えー、便利でしたあのトイレ行くにも何する,あの寝,る寝るにしてもみんな自各自自分でこれ1個持って部屋中うろうろできたのでまあ、うん、用意しておいた方がいいかなって とは思いますでこれリビングの端っこにいつも固めて置いてたので慌てることなく明かりもつけられました。で我が家この他に、えー、電気のランタン1つと、まあ、キャンプで使ってたんですけどガスのランタン2つあったので、まあ、リビングに電気のランタン置いて、えー、夕ご飯食べることもできましたしまあ,あの暗くて大変という思いをあまりしなくて済んだ。 ってことかなまああのもしもの時まあ本当に日常使わないんですけどでもたまにねあの物置に物取りに行ったりするのに使ってたので日常的に使う癖があるとリビングとか玄関の片隅に、えー、置いといていざって時のにも使えるっていうのでで、えー、我が家になかったものあった方が良かったらなかったものが実はカセットコンロでしてカセットコンロ持ってなくて。 買いに行ったんですけど、すでにカセットボンベも全部売り切れておりました。なので、えー、我が家またキャンプ用品、これ、えっ、ー、と、ガスで、ガスをつけて動くガスバーナーですね。これ1個で、えー、フライパン乗せて物を焼いたり、お湯を沸かしたりしたので、まあ、一応カセットコンロ代わりというか、調理には不自由せずにやることができました。ただ、あの、これガスすごい勢いで、 出るので屋内では家の中ではちょっと使うの怖くって結局、えー、ベランダでご飯を作るというしかもこうちっちゃくって孤独がちっちゃくて不安定なのであのもしあのこれから用意しなきゃって方がいたら是非カセットコンロとカセットボンベ複数個は、えー、備蓄していた方がいいです。 もう今ね買いに行ってもカセットコンロは売っててもカセットボンベが全く売ってない状態なので時間がある今のうちにもし用意できたらそこら辺は用意しといた方がいいです、まあ、日常的に鍋もね鍋とか焼き肉とかもできるようにと考えると用意もうちも買っといた方が良かったなという後悔でございます北海道って車がないと不便なんですよ結構あの建物というかお店とお店に距離があったりどこ行くにも結構距離があるのでみんな 車に乗って移動するので、もう長蛇の列、どこが一番長蛇の列かってガソリンスタンドだったんですね。なので、あの、普段からガソリンは満タン近くにしておこうという意識、まあ、ガソリンのメーターが半分ぐらいになったら、あ、もう入れに行こうかなっていう意識にしといた方が、いざって時に助かります。で、我が家は、あの、偶然、偶然ですよ。 あの車のガソリンがもうほとんど空だから入れに行こうって言って地震が来る2日前ぐらいにに満タンにしたたばっっかりだったんですよなのであの車1台やってエンジンかかれば、えー、充電器で携帯の充電もできますし電気使うことができるのであのこのガソリンの量もうガソリンはこまめに満タンにしておこうっていう意識は持っといた方がいいと思いました。 本当、今回幸いなことに水が出た、止まらなかったんですよ。ここの私が住んでるところ。なので、えー、本当に電気だけ、まあ、ビデオが見れない、DVD が見れない、どうでもいいんです。見れなくても死にはしません。ということで、とりあえず、そんなにそんなに大ごとにはなりませんでした。であと、そうだ、冷蔵、食品のことですね。えー、今回、まあ、電気止まったので、当然冷蔵庫止まりました。 なので慌てて我が家はクーラーボックスに冷凍庫に入ってるものを詰めプラス冷蔵の、えー、生もの生鮮食品をギュッと詰め開かずのクー,ラーボックスを作りましたで飲み物は常温だって飲めるんですよその十数類じゃなければお茶とか水ってのは別に常温でも全然平気なのでそこら辺はあの お水の蓄えとか、お茶の蓄えが、幸い我が家には箱で買った水とかがあったので、えー、しのげました。ちょっとこれから冷凍食品の持ち方を考えていった方がいいかなとか、冷蔵の中の食品の保存、なんか持ち方どういう、どういうものをいつも入れとこうかっていうのをちょっと考えるいい機会にもなったかなと思います。で冷凍も、もう、 ククラボックスなくても最悪冷蔵庫いきなり開かずの冷蔵庫状態にしとけば結構持ちます2日ぐらいはあの冷凍庫にある氷の氷枕みたいなアイスのとかちょっと常に保冷剤は凍らしとけだと思いますその冷蔵庫冷凍庫で凍らしといた保冷剤を冷蔵の方にちょちょっと移して開かずの冷蔵庫にしとけば2日ぐらいは頑張れるというのが分かりましたああと大事なものラジオです 絶対1個用意しといてください。で、電池とね、使える電池とラジオ、常にいつも使わなくていいんですけど、もしもの時に絶対使えるように、ラジオと電池、あの、地元の FM ラジオが非常に役立ちました。もうこんなに身近な情報をボンとくれるところ、なんてうそういう情報源。あの、ニュース、テレビとかでやってる。 ニュースはあくまでもニュースで大,大きな情報なんですけど、やっぱり細かいどこどこのお店でこんなの売ってます、どこどこでこんなことを配ってますとか、でデマが流れたり、これはデマですよ、こっちが本当ですっていう情報、全部 FM ラジオでしたね。いや本当、FM ラジオの局の人たちにも頭が下がる思いですし、あと SNS であの災害情報のところも本当に役立ちました。 SNS の力ってすごいなってデマもいっぱい出回りましたけどそれでもやっぱりみんなからの声ってすごい強いですよねあそこのお店でこれ売ってましたこう,うちは電気が通ったのでこう,こういうことできます協力しますみたいなのもいっぱい出て助け合い状態でやったのでああすごいなと思いましたなのでラジオとあと携帯のやっぱり充電この2つは本当に電気が 通らなくなったた時とか災害起きた時の命綱に近いですねあとお水なので命綱に近いのでこれだけは絶対みたいな状態だと思います。であのもう地震直後に皆さんから心配のコメントもいただきまして本当にありがたいなとありがとうございますもうこんなにも心配してくれる人たちがいるんだというので一つの力にもなりました。でえー、復興に もうね本当にいろんな人が頑張ってくれたからここまで回復しものすごいスピードで回復したと思います我が家の停電1日2日いってないです1日半ちょいで電気普及しましたから,からいろんな人が頑張ってくれたんだなとで皆さん復旧に向けていろいろ頑張ってくれて、まあ、1階の主婦の私ができることはまあこのぐらいしかないかなと日々の生活をあの支えることそして まあこの動画の撮影をすることかなと思いまして、えー、これから撮影の方も始めていって頑張りたいと思います。まあ、また余震が来た停電だってなったらまた配信途中で切れちゃうかもしれないんですけれどもできるだけやろうかなと思っておりますのでよろしくお願いいたします。じゃ